はい、じゃあやっていこっかな。どうだろうね。すぐ集まってくれるといいけど。いやー、立ち回り覚えてねえな。まあまあ、なんとかなるやろ。さすた社ぐらいならね。はい、シャキーン。じゃあ、行きましょう。おう、一個な。頑張ろう。おっせえな、DPS。このゲームね、まあ、俺の昔の感覚だとね、タンクの数がもう絶対的に足りてないっていう印象があったんでね。どうなんだろうね。よろしくね。はい、じゃあちょっとこう見ておこうかな。よし、じゃあどうかな。いくよ。見づらいな。ちょっと聞き画面にしますね。道中全く喋る余裕なかったんで、多分カットしてると思いますけど。誰か見てきてくれた？俺分かんねえぞ。ちょ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 。いや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 、危ねえ危ねえ。何さらしとんねん。はい。ああ、ちょっと緊張すんね。やっぱりね。よし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 。
はい。ダメだな。そっか、感覚が戻らないね。よし、はい、ボスですね。マディソン戦闘、ほい。こいつ逃げるんだよね。手に入れなかったって。ああ、拾ってねえのか。よっしゃ、あれザコいたっけ。あ、ごめんね。しまいましたね。どっちだっけ。確か。ここでマディソン船長ともう一回戦うのかな。はい。
はい、ボスです。おっと、よし、俺の目的はあのボスのターゲットを引きつけておくことですね。行きましょう。もうゴリ押しですねこれ。あ、もう倒れるかな。よし、はい、勝ちました。はい、これがインスタンスダンジョンですね。ありがとうみんな。いやちょっと疲れちゃったな。まあこんな感じでね、うん、ダンジョンねクリアしていく感じですね。一人死なせちゃったからな、すまねえな。フラッシュっていうね、アクションがあると一気にまとめられるんだけど、あれ何のやつだったかな。ああ、いや、とりあえずちょっと戻りましょう。はい、戻ってきましたね。バデロン帰ったよ。あ、そう、ちょっとズームアップしとこう。はい、ん、誰や。確かにその依頼は出ていたかな。どうやら一足遅かったようだぜ。もしかして冒険者ギルドの依頼でサスタ写真食堂の調査をしていたのか。そうです。その様子では無事に解決したようだな。ははは、残念、先を速攻されてしまったか。いいじゃない、冒険を続けていけばまたチャンスはあるわよ。そうだな、でも我々の大いなる目標の前に立ち止まることはできないぞ。望むとこだわ。俺たちはこのエオルザに名を残すために旅をしている。偉大な業績を残してエオルザを旅する冒険者にこの人ありと言わせるのが目標さ。君に目標はあるかい？どんなことでもいい。目標を持つことだ。目標は心の支えとなる。そして君自身が目を背けない限り目指すべきものはそこにあり続ける。それは冒険を続けていく上できっと君の心の武器に、きっと君の心の武器に心の防具になるだろう。お互い頑張ろうな。お、頑張ろうな。よう、帰ったか。で、どうだったい？なるほどな。ここにもサハギン族か。てっきりどこかの海賊の仕業かと思っていたんだが、奴らの動き、これからも注意する必要があるな。それにしてもサハギン族を討伐しちまうなんてよ。奴らが何を企んでいたかわからねえが、これでおとなしくなるだろうさ。調査は無事終了だな。さすが噂の冒険者といったところか。助かったぜ。お前さんに頼みがあってな、今しがた冒険者ギルドの連絡網に情報が回ってきたんだ。どうやらグリダニアの冒険者ギルドで冒険者を募集しているらしい。一癖ありそうな依頼なんだが、無事に刺した写真食堂を調査してきたお前さんになら任せられると思ってな。興味があるなら声をかけてくれよ。はい、まあグリダニアでも同じようなことやるのかな。はい、ってことですね。
どうかな、うん、とりあえずまあサスタ社ねクリアしましたんで、こんな感じでいいかな今日は。うん、はい、それじゃあまあちょっとまたね動画外でダンジョンは練習しとこうかな。グッダグダだったんでね、もうほとんど喋ってないですからね僕。うん、まあおそらくちょいちょいカットしながらねやってってるとは思うんですが、というわけでまあ今日はサスタ写真食堂攻略しました。またねインスタンスダンジョンね、もうこっから先はいくつもあるんでね、うん、頑張ってこう。はい、辛くなったら DPS に変えます、もしくはヒーラーですね。はい、というわけでじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。またお願いします。